こんばんは、リンパケアサークルイルフアの和清です。今日はリフトアップの方法をご紹介していきたいと思うんですけれども、抗菌ですね、僕らのケアの方法としてこの噛む筋肉、抗菌っていうのがものすごく大事ではあるんですけど、その抗菌っていうのが戦争と真相と2層あるよっていうのが今までの一般だったんですけど、新しく第3の抗菌として戦争と真相とその真相の奥にもう1個抗菌っていうものがあるんだよっていうのが発見されたみたいですので、それをちょっと今日はアプローチするケア方法をご紹介していきたいと思います。なので要は3層の抗菌にアプローチするという方法ですね。まあ参考程度でやっていただいたらいいと思うんですけど、リンパケアの耳たぶ回しとかフェイシャルご覧にプラスして加えていただくといいかなと思うものですので、ぜひ参考にしてみてください。それではやっていきますね。まず最初ここですね、頬骨のところにピタッとこうやって触れていただいて、こっちはエラのラインですね。このエラ、下顎角のエラのところにちょん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 とこうトントントンと触れるようにしてください。この時にこの指先に頬骨のところに感じるようにしていってください。で続いて今度はこの頬骨から耳の方に向かって胸骨臼っていう、このどう言ったらいいんですか、まっすぐの骨があるんですけど、そこに触れてもらって、でこれも同じく触れながら下のエラのところをちょん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 トン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 とするようにしてみてください。でこういうふうな感じで触れて、まあ、トントン触れてトントンしていきます。で3つ目はここの今の胸骨臼に触れながら、今度はここの下顎骨っていう、その下顎ですね、下顎の筋突起っていうんですけど、こう、まあ、この辺ちょっとイラストの人いますこう、こういう感じのところの端っこのところの、このどういったらいいですか、頬骨の下というか、まあ、ほっぺたのこの中あたりにあるんですけど、こうやって開けた時には骨があるなーっていう、この前側の骨ですね、こういう前側の骨のところなんですけど、そこの上ら辺のところに触れてもらって、でそこをまたトン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 としてください。ああ、クールなーってのを感じていただくといいと思います。OK ですね。で、していただいたら最後にサッサッサッとほっぺたを撫でていただくと、これだけでこう比べたときに、僕はこうしたときに角度が違いますかね。まず角度が違うこととか、顔がもともとどうなのか、もともとの人は見てなかったですね。なんですけど、こういうことで、あ、角度が変わってるなってのをまた認知していただいて、それにまたしていただくといいと思います。まあ、ここのほっぺたですね。そうすることで、まあ、噛む筋肉なんで、顎の機能っていうものも機能していきやすくなりますし、やっぱ顎が動くっていうのは、この辺の、まあ、耳下腺だとか顎下腺だとか唾液の分泌だったりリンパ節ですね、顎下腺とか、まあ、そういうリンパ節系なんかも動きやすくなると思いますので、顔のリフトアップ以外も噛む機能としても有効だと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。では反対もやっていきますね。今こういう感じなので、まずほっぺたのところで、こっちはエラですね、エラのところを触れて、ポンポンポン、ちょっとやりにくいのでこっちでしますね、トン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 と触れていただいて、で今度は胸骨臼に乗っけて、また同じくエラのところをトン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 と乗っけて、トントントンとしてですね、であとはこの筋突起のところ、筋突起探して、筋突起のところをトン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 として、でシャ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 と撫でていただくと、あ、揃いましたかね。やっぱちょっと角度が変わりましたね。っていう風に、やっぱ化学ね、化学のその機能の、まあ化学を動かす筋肉であるので、ここを緩めることによって、かなりその今までうまくいかなかったなとかやりにくかったなって人は、このちょっとどう言ったらいいんですか。普段ここのほっぺたを意識しすぎて、こっちの裏ですね。胸骨臼ですね。その抗菌でも深層とか今言った第三のところがアプローチできてない場合があったりするので、ちょっとそのなんかちょっとあるなとか、ちょっとここが硬いなとかっていう方は、普段のそのほっぺたのラインからこの胸骨臼のラインのところを意識してもらう、まあ、今みたいに頬骨トントン、胸骨臼トントン、胸骨臼のところに触れてトントンってして、ここだけを撫でるっていうのを、その普段のケアにプラスしていただくだけでも、ここからスーパーリフトアップとかそういうのも行きやすいと思いますので、
ぜひ参考にしてみてください。リンパケアサークルイルフワでは動画、SNS、メルマガの方で情報発信をしておりますので、興味のある方はフォローの方よろしくお願いします。